さあこれから頑張ります。ずっと撮ってる。はい。いらんな。いらないですか。さあ、頑張ります。喋る余裕ありますか。はい、全然。これから走行ですけど、58秒目指して頑張ります。何秒ぐらい出ると思いますか。演奏しましたからね。演奏しちゃいましたもんね。一番つまんないのが1秒台とかただ走って帰ってきただけみたいな。59秒入るんじゃないですか。そうですよね。9秒前半とか攻めて出してほしいですよね。出してほしいですね。じゃあ期待して見ておきましょう。タイム出てないんで何とも言えないんですけど、何秒ぐらいですか。2秒ぐらいかな。マジですか。いや、まあ0秒台。0秒台。0秒2ぐらいが。やばい。8秒っていうか9秒すら入ってないですね。9秒がね、入ってるのがちょっとわかんない。やばいな、頑張ります。無事、本日の方終わりました。お疲れ様でした。2本目、僕乗らせていただいたんですけども、楽しかったですね、やっぱり。はい、タイム。タイム。楽しかったで帰ってこられる。そうだね。いや、毎回これだからね、楽しかったで帰ってくる。はい。そうですね。はい、肝心なタイムはですね、はい、僕が出発前に言ったタイムがですね、1分00秒切る。あれ、あれって1分が最初に1分58秒999とかです。あ、そう。ああ、昔の GT の鈴鹿みたいな。そうですね。はい、だったんですけども、58秒999を切るというですね、伊藤俊のタイムを超えるという、はい、打倒伊藤俊で行こうと思ったんです、はい、勝手に伊藤俊って名前出すんで、はいはいはい、まあ、結果から言うと9秒4でした。あ、負けですね。で、やっぱね、彼の時はやっぱニュータイヤで、まあ、すごくね、台数もスーパー FJ しかいなくてね、はい、みんな均等なね、ペースで走っている中で出したタイムですから、はい、今日みたいなね、この平日のいろんな FJ1600 がいたり、ピーターがいたり、モミライジョーがいたりっていう中でちょっときつかったですね。はい、まあまあそんなね、ちょっと言い訳もしつつ、まあまあ、タイヤがね、ちょっといいものを置けば、まあ、ちょっと58秒7ぐらい出たんじゃないかな。そうですね。はい、こんな感じです。はい、まあまあ、言い訳はほどほどですね。まあ結果としては本当に出ませんでした。ちょっと悔しいです。まあ、これはですね、僕が今日の走行のためにですね、減量もしてきたんですけど、そして前回の走行のウェイトが、まあ、内藤ウェイトで15キロ行っていたんですけど、はい、今日はなんとですね、吉田さんにわがままを全部下ろしてもらいました。おお、それでも出ない。それでも出なかった。なので伊藤痩せます。頑張ってで痩せて68キロぐらいになってもう一回レベルに行きたいなと。今大体何キロぐらいなんですか。今74です。なかなか。これ今レギュレーションのウェイトで今合ってる。基本合ってます。僕がの上、これちょっとあんま言いすぎるとあれになっちゃうちょっと企業秘密がバレちゃうんですけど、ナイスで、はい、まあまあ、満タンだったんですよね、燃料が。そうですよね。燃料満タン、なんでも黙ったんだろう。はい、まあまあ、そんなこんなでね、はい、まあ、9秒4タイムで終わってしまいましたが、はい、高橋さんから僕来年の契約もですね、いただきましたので。9秒4でですか。いや、これは新日中です。そうですね。来年のですね、僕が1月ぐらいにですね、痩せ細っているか、またちょっとふくよかになっているかは、まあ、高橋さん のご検討したいということになってます。なるほど。まあ、僕が痩せてなかったら、よかった伊藤は来年契約決まったんだなということでですね、はい、皆さんお察しいただければと思います。はい、
はい、そんなわけで、今日はスーパー FJ にオーナーと一緒に乗ってみた、はい、という企画が無事終わりました。はい、お疲れ様です。はい、まあ、次回はあのマシンが、あそこまで引っ張っちゃう、まあ、結構開きますよね。結構開くけど、まあ、あの2月3月ぐらいですかね、3月ぐらいに上がる動画を楽しみにしていただきたいなと。なるほど。この KK スクールのオーナー高橋さんなんですが、さらにもう1台、はい、ここで止めておきましょう。はい、まあ、ご期待ということでですね、まあ、チャンネル登録がその頃には1000人に行ければいいなと思っていますので、はい、皆さんまずは1000人からですね。まずは1000人、3月までに1000人目指して頑張っていきたいと思いますので、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録を、動画にいいねも忘れずにお願いします。そして今後とも RCIT の